電気分解。電気分解英語、エレクトラーラシスは、化合物に電圧をかけることで、陰極で還元反応、陽極で酸化反応を起こして化合物を化学分解する方法である。略して、電解とも言う。同じ原理に基づき、電気化学的な酸化還元反応によって、物質を合成する方法は電解合成と呼ばれ、特に生成物が高分子となる場合は、 電解1号という、塩素やアルミニウムなど様々な化学物質が電気分解によって生産されている。水の電気分解は初等教育の中でも取り上げられる典型的な化学実験であるとともに、エネルギー源として期待される水素の製造法として研究が進められている。液体に2つの電極を接触させて電極間に電圧をかけると、 液体中の化学種と電極との間で電子の受け渡しが起こり化学反応が進行する。この時、電源の正極に接続した陽極、アノードでは化学物質から電子が奪われて酸化が起こり、反対に負極に接続した陰極、仮想度では化学物質に電子が与えられて還元が起こる。この結果、元の化学物質が化学分解する場合を電気分解という。 電気分解により、気体が生じたり、金属比用が還元されて、陰極上に積出したりする。未反応の化学種が移動できるような系であれば、電気分解が継続する。通常、分解したい化合物を含む電解質溶液や、高温にして融解させた4性物質の液体に、電極を浸して電気分解を行う。後者の場合を特に溶融自用電解という、 水蒸気電解のように固体電解質を用いて気体を電気分解することも行われる。電極間の電位差が十分に大きければ様々な物質を電気分解できる。天然に産出するアルカリ金属の化合物やアルミナを電気分解すればイオン化傾向が大きい金属の単体を取り出すことができ。この方法は電気静電と呼ばれる。 溶蓮路で得られた素動の不純物は、硫酸銅水溶液中で行われる、電解精錬により取り除かれる。18世紀末に、アレッサンドロ・ボルタによって、ボルタ電池が発明されると、化学反応への電気の利用の研究が開始された。1800年には、アンソニー・カーライルとウィリアム・ニコルソン、ウィリアム・ニコルソンが、初めて水の電気分解に成功した。 水の電気分解に刺激されたハンフリー・デイビーは1806年に結合の電気科学的仮説を発表し、翌1807年には水酸化カリウムの電気分解によってカリウム単体を得ることに成功した。さらにデイビーは同じ手法でナトリウム・カルシウム・ストロンチウム・バリウム・マグネシウムを次々と発見した。デイビーの研究を引き継いだマイケル・ハラデイはさらに 電気分解の研究を進め、ファラデーの電気分解の法則を、はじめ様々な発見をし、電気科学の基礎を築いた。電気分解では、電気を流すための電極、電圧を引火するための直流電源、電気分解する物質を入れる、電解層、電解セルが必要となる。電解液は分解したい物質を溶媒に溶かした溶液か、加熱して融解させた溶融樹をが用いられる。 電極のうち、電源の負極と接続するものを、陰極、仮想度、正極と接続するものを、陽極、アノードと呼ぶ。アノードの本来の意味は、影イオンが接近してくる電極で、仮想度は非イオンが接近してくる電極である。そのため、本来アノード仮想度という名称は、電解電極以外のために用いられるべきではない。正極や負極と書いてあることもあるが、正極と負極は、 直流電源の電極を指す用語であり間違いである。電極の材質は電気分解の生成物や家電圧に大きな影響を与える。工業的には安価で安定な炭素電極が実験用には炭素の他に腐食されにくい白金や金などの非金属電極がよく使われる。優位な反応速度を得るためや選択的な反応を起こすためにはしばしば電極触媒が必要となる。 用途によっては、ガス拡散電極が使われることもある。電気分解に必要な電源電圧は、目的物質の標準電極電位やネルンストの式、プールベダイアグラムなどから計算される理論、電解電圧に、過電圧や、液体の電気抵抗、溶液抵抗を加えた値となる。反応の種類にもよるが、一般的な反応では 10V 以下の電圧で、十分に進行する。 理論電解電圧以下の電圧では、電気二重層の充電に使われる電流、ヒファラデー電流が、わずかに流れるだけであが、電気分解が進行する電圧に達すると、反応速度に応じた電流、ファラデー電流が流れる。電流値は、電極形状や電解層の構造、温度、分局などの影響で変化する。電解層は、用途に合わせて様々な形状や、 材質のものが用いられる。溶液系の電気分解では、ホフマン電量計や U 字管など、ガラス製のものが、溶融塩電解では、耐熱性の高いセラミックス製のルツボや電極兼ねた、金属製のルツボが用いられる。溶液系の場合、最も多く用いられる溶媒は水である。水に、不要の物質などでは、有機溶媒が使われ、アセトニトリル・ベンゾニトリル。 塩化メチレンテトラヒドロフラン、炭酸プロピレンジメルホルムアミドジメチルスルホキシドがよく利用される。溶液抵抗を低減させるため、反応性の低い電解質、支持電解質が一般に加えられる。溶媒や支持電解質の種類によって、電気分解の生成物が異なる場合がある。溶融塩電解では化合物に、トール剤として他の物質を混ぜる場合がある。 ホールエル法では酸化アルミニウムの融点を下げるために氷消石とフッ化ナトリウムが加えられる。メッキの多くは電気分解を利用して行われる。電解液、メッキ液として重金属やシアン化物の水溶液が用いられる場合には毒性に注意が必要とされる。工業においては鉱石を電気分解して金属を得る電解精錬が行われている。 アルミニウムでは酸化アルミニウムの溶融樹液電化によってアルミニウム金属を得るホールエ L 法が行われている。素銅を溶極、純銅を陰極として硫酸銅水溶液中で電気分解することにより純度の高い銅、電気銅が生産されている。水の電気分解は将来的なエネルギー源として期待される水素の生産手段の一つとして研究されている。 太陽光発電や水力発電、風力発電などで得られた電力で水を電気分解し、得られた水素を燃料電池で発電に利用することで、自動車などからの二酸化炭素排出を抑制することが可能となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。